どうも、一つおねんです。今回ね、ドッキリなんだけども。今回っていうか、まあ、ずっとドッキリです。はい、ということでね、今日から大阪に僕とヨーコとコウと3人で何泊かしに行くんですけど、今日初日ということで今、新横浜にいます。すぐそこで新幹線乗れるんですけど、今日やってる企画がですね、大阪旅行の新幹線チケット、乗る直前にビリビリにやめてみたなんで2枚なんか分からんけど、とりあえずあります。で、これをまあ行って破くだけって感じで、今ちょっとヨーコと一緒に新横浜来ちゃったんで、コウタとタバコ吸ってくれって言って、向こうの方でヨーコ待ってるんですけど、この後ヨーコのところ行って合流して、まあサブちゃんの手、なんか大阪旅行密着みたいな、サブ回しながらの改札の近く行ったらやってこう。で、過去なんか焼肉屋置き去りとか、美容院置き去りとか、反応おもろかったんで、視聴者から結構好評。で、ヨーコ大体毎回すごい展開持ってくるやん。だから、もうワンチャン改札突き破ってくるんちゃう。このまま来んちゃう、こうやって新幹線高いやん、反応おもろいんちゃうっていう。相当楽しみにしてますしね。楽しみにしてる、まあ、見れば分かると思いますのでやっていきましょう。それではいきます。レッツマニラトイズチャンネル。見てください、あそこいますよね、はい、あそこでキャリアあるんで合流してのやっていきますか。ういっす。お待たせ。回しちゃったわ。裏トーイズ。はい、じゃあ挨拶しますか。せーの、希望の光るあなたの心にハート、ズッキュンド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 ッキュン、カスコンネのいとこのカスコンネス。おっとっとっと、現れたと思ったら帰ってみた。ドッコン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 。待って俺に影響されてない。味噌こんにゃくです。はい、ということでね、さっき軽く話しちゃったんだけど、今回大阪に行くと、で、せっかくだから密着していこうと。うん、あ、お前寝てる？まだね、寝てんのよ。そっか、まあ今早いもんね。大阪と言ったらが一致するまで、ここから動けない。分かった。新幹線乗れないっていう。オッケーです。せーので合わせよう。せーの。ババア。北海道じゃない？食べるのかな。合わせる気ないね、どっちも。せーの。ヒョウ柄。まあさ。旅してるやん。目的地大阪だから。うん、なんでこうぐるっと回ってったの。違えた。こう行こう。じゃあマジで合わせよう。せーの。グリコ。せーの。グリコ。せーの。マリンパパ。せーの。ジャックポットです。せーの。たこ焼き。せーの。お好み焼き。うわー。ててててててて。年なのか今のぐるぐるです。すげえ気持ち悪いよね。私も。やられてる。新幹線とかでさ、もしあれだったら駅弁とか食いながら回してもいいし。駅弁食べたい。分け合おうね、駅弁。3人とも違うの買ってちゃんと分け合おう。オッケー。じゃあ行きましょうか。大阪行ったら食べたいものとかありますか。ああ、いいね。わあ、たこ焼き。あんな出なかったのに。グリコ、グリコ、たこ焼き。俺はやっぱ YouTuber の先輩がやってるオンシャーメンとかアホちゃうことか、あとリキくんがさやってる焼肉屋さんも行きたいよね。あ、そうね。スターランドも行きたい。行きたいね。うん、やばい、めちゃくちゃ楽しみやね。楽しみっすね。コンビニ行きたい。オッケーです。じゃあまた回します。はい、ということでね、ついに新幹線乗りますと。みんなお手洗いも行って、コンビニも行って、はい、あんたは乗るだけ、はい、気持ちは作ったよね。あとはもう行けるかどうかみたいなところじゃん。まあ、行けたらいいねみたいなところはある。行けるやろ。行けないことあんの。最後なんかちょっと大阪への思いとか言っといた方がええんちゃう。はい、私は大阪が小学校の頃から大好きで、おばあちゃんにも連れてってもらったことがあります。そんな思い出深い大阪にレンとコウタと行けることを光栄に思います。これ何分発だっけ。あ、でも結構時間やばいわ。これ一応これチケットなんですけど、それ見せる必要、それ見せる必要、それ見せる必要。何してんの。いけなくなるよ。どうしよう、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 どうしよう。誰のですかこれ。お前のだね。ヨーコの。ねえ、待ってよ。待って。おい。おい。チケットある？なるぞ。行くぞ。端行こう、端行こう。あれ？来ない？ここ喋れるやん。限界みたいな。何してんの？そっちでも頑張れよ。そっちの生活も頑張れよ。なんでお前一緒帰ってくんなよじゃあ。見送りに来てくれたんですか。違うよ。マジ優しいよ。なんでさ、いじめだよ。何が？新幹線に謝れマジで。新幹線に。マジでお前髪の無駄遣い。黙れ。なんか怒るポイント違くない？あ、大丈夫大丈夫大丈夫。いいよ。なんで？二人でも大人だからいける。ちょっと本当にどうしてこれちょうだい。何が？もう無理だよね使ったやつは。ちょっと変えればいいや。だってさ今さチケットが1個なくなったやん。ってこと3人いるやん。チケット2個誰かが犠牲にならなきゃいけない。お前だろ。いやお前だろ。なお前破ったやん。俺が犠牲になる。俺が犠牲になる。じゃあ私犠牲になる。どうぞどうぞ。時間やばい。時間やばいよ。同じやつ買うから待って。いやもう間に合わない。もう出るもん。なんでよ。じゃあね。あいつ最後までいいやつだったな。待って自分で買うの。絶対楽しもうな。あいつの部分も楽しもうな。トイズチャンネル。新幹線出発したんですけど、このまま行ったら俺叩かれるって分かってる。ヨコって基本何でも支払いキャッシュレスでやるんで、財布開かないだろうってことで、財布の札と札の間にね、この後すぐの新幹線のチケット入れてあるんで、買う前に今すぐ電話して反応見ていこう。はーい。どんな感じ？ストップストップストップ。財布見て財布。財布今すぐ見て。早く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 買う前に見て。財布の札と札の間。それ今すぐ。今すぐ今すぐの。急いで急いで。新幹線うるさいんでなんかもう切っていい？めっちゃ走ってるめっちゃ走ってる。大阪で待っている。まあね、大阪行って、まあ、横の交流シーン最後撮ろう。反応見ていきましょう。トイズチャンネル。来た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 。おーい待ったぞーい。来ました主役が。いや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 、よくぞやってくれたな。待ってたよ。やってくれたな。20分ぐらい早かった俺らが。目の前にチケットやめかれた時どう思った？この人ってやっぱ頭おかしいんだ。やっぱやめて。やっぱだからパンチパーマなんだ。いや違うだろう。まあそんな感じでね、ただ旅してもつまんないやん。確かに、ただ旅してもつまんないわ。やめて乗ってくんの。まあそんな感じでも着いたんで、大阪楽しみますか。コート早く手を。大阪楽しむぞ。何これ。